のお客2015幕開けは粋で艶やかな土佐の座敷唄と踊りをご覧いただいております。ご出演は浜町そしてアクティブの皆さんです。元来は高知町回り唄として高知市の花街で歌われていたものが手回り唄になったものです。旧高知城下の町名を東から西へ読み込んでいます。町名変更が幾度かあったため現在は聞き慣れないもしくは懐かしみを感じる町名が出てくるのが楽しいところです。まずは高知まちづくし皆様にご披露しました。続いては土佐のお客10周年を記念いたしましてマスゲーをご覧ください。このマスゲーは2つのマスを手に持ち三味線やお囃子に合わせて小気味よく調子よく動かしながらボロ豚や松同士を当て鳴らし景気のいい音が宴を盛り上げます。マスを操る手さばきも鮮やかにマス対マスでますます繁盛の縁起物として婚礼や学生開店などのお祝いの席で大変喜ばれるお座敷芸です。そしてお楽しみの隠し玉が仕込まれています。それは見てのお楽しみ。皆様手拍子もよろしくお願いします。続いてお楽しみいただくのがマス芸です。どうぞご覧ください。素晴らしいマスゲーでございました。皆さん大きな拍手をお願いいたします。さて最後は芝天音頭です。高知に古くから伝わるカッパに似た妖怪で大変相撲が大好きです。夜な夜な酔っ払って帰っている男性を捕まえてはおんちゃん相撲を取ろうと言っていきます。おんちゃんは芝天と相撲を取っているつもりがいつの間に
か松の木やらお地蔵さんと相撲をしていたというお話が芝天温度です。さてこの芝天温度、皆様にも一緒にお楽しみいただきたいです。会場に手拭いを貸し出しておりますので、我こそはという方一緒に参加してみませんか。手拭いをつけると顔が分かりませんので、誰を忘れるといったところがこの芝天温度のいいところです。ご参加ありがとうございます、はい、ありがとうございます。いきなり日本代表の選手が出てまいりました。素晴らしいですね。はい、健吾さんと一緒に踊りませんか。はい、皆さんぜひね、前の方まで出てきていただきまして、一緒に芝天を踊りましょう。ご参加ありがとうございます。ありがとうございます。せっかくですので、この広いステージで芝天温度を踊ってみませんか。はい、ぜひね、参加していただきましたらもう一生の思い出になること間違いなしでございますのでね、ぜひ参加してください。ご参加ありがとうございます。雨の中ありがとうございます。踊るとね、ポカポカと暖かくなるかと思います。あ、たくさんのご参加ありがとうございます。うわー、すごいですね。本当にたくさんの方々に来ていただきました。それでは早速でございますけれども、芝天温度、あの一人手拭いつけてないんですけど大丈夫でしょうか。あー、なるほど、もうあの方がベロベロの神様なんですね。素晴らしいです。はい、あー、たくさん出てきていただきましてどうもありがとうございます。はい、あと違った手拭いをね。はい、それでは芝天温度お楽しみください。ありがとうございました。はい、土佐のお客の席を盛り上げていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。浜町アクティブの皆さんでした。はい、どうもありがとうございました。拍手でお送りください。はい、いやー、それにしてもたくさんね、この雨にもかかわらず、はい、たくさんの人に来ていただきましてどうもありがとうございます。ありがとうございます。今日はあれですよね、野球は中心になったけども、さすがに酒の席は中心にならないんですね。なりません、高知ですから。素晴らしい土地でございますね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、もう今日ね、もうパレードしてる時からものすごい人でしたけどもね、いや、ここに来てこんなにたくさんお客さんが来られてて今びっくりいたしました。はい、改めまして皆様、本日はここお客広場にようこそお越しいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。